いやどうもこんばんは。そっかじくの久保でございます。今日はですね、YouTuber のタカさんがいらっしゃいましたよ、タカさんが。もうあと10分ほどで開始の時間になりますけども、もうね、準備のできてる方はログインしていただきたいと思います。あ、来てくださってますかね。えっ、ー、と、現在ね、タカさんがいらっしゃってるのと、お、浩二さん、そしてナミさんと続々とログインしてくださってます。えー、本編開始まで今しばらくお待ちいただきたいと思います。そっかじくの久保でございます。 き今日はね、ユーチューバーとして活躍している高さんが、ですね地道に活動している私のこの ZoomLive に来てくださるということで、もうもろ手を広げて歓迎しているわけなんですけども、今日はね、高さん、顔出さず、ユーチューバーですから、どんな形でね、今日は私とのこの Zoom 対談になるのか、まあ、非常に楽しみだなと思っております。 実際に顔出しをしない YouTuber さんと対談は成り立つのでしょうかみたいな感じでね <laughs>、えー、一つそこら辺を楽しみにしていただければと思います。実際に私ね、タカさんのね、お顔をね、ご尊願を排したことはないんですけども、でも不思議なものって人だ、人はですね、やっぱ顔を見て面と向かって、インターネットじゃなくて直接会って関わっていかないと信頼が持てないとかね、 信頼関係育めないっていうふうに考えてらっしゃる方もいると思います。それも間違いではないと思いますが、片方では実際、まあ、YouTuber みたいなね、仕事とかね、あと VTuber とかね、実際にそこに本当に人がいるのかどうかわからない。インターネットの画面越しなのに、信頼関係を構築して、相談事をしたり、問題解決をしたり、お金の行き来があったりとか、実際に起きてますからね。これと解除したらいいのかな はい、ミュート解除したら、いいんじゃないでしょうか。い、いっぽいらしいよ。声が聞こえてますね。あ、良さそうだね。あ、はい、良さそうだね。私の声はミュートが。聞こえてます。えすえー、も、ま、う、あ、今しばらくね。解除までしかありますが。あ、そっち,らちら聞こえるのか。はい、大丈夫です。<laughs> なんか聞こえてますね。いいのか。これは、たかさんの声だと思いますが。 あそうですねよろしくお願いしますまあ、まあ、よろしくお願いします今日はようこそ行くのあバイバイ <laughs> ちょ<っ>と <laughs> じゃあ締めといてくださいはいあ,ありがとう、はい、でタカさんとのねあの YouTube のリレーですけども気になる男シリーズというやつでね結構もう気になってきてくださってるんじゃないかと思います83話までい、えー、きましてですねお結構ギリギリと 入った内容で私の方もボールを投げてるんですけども、きちんと打ち返してきてくれるというかね、中には場外ホームランみたいなのもありますけども、しっかりとした対応で、うん、長い動画とかもね、短い動画っていうのも両方とも作れてる。タカさんってのはショート動画も出してらっしゃるんですよ。で、ちょっと目についたところがあったんで、私もね、それにつられてね、五十型シリーズでショートムービーを3日連続で 4本、5本と出してみたんですけどねあ。結構アクセスが取れるもんだなと思いました。まあでも私の場合は、五十方はもすぐ過ぎてしまいますので、もうそろそろ、ね、痛みにも慣れてきて、この痛みが取れるのがなんか、名残惜しいなって気もするんですよね。まあだからといって、この痛みがね、ずっと続くのも苦しんで、んか楽になるように、いろいろと手配はしてるんですけども、前回、前回というか3年前だったかな。名古屋でね、あのいきなり私、転倒して、そのまま脱臼して、 脱臼して骨が出たんだけども、そのまま飲み会に行ったみたいなね、1人飲み会に。で、帰ってきたら、まあ、病院の方には当然行ったんですけども、手術をして治す方法もあるけども、放置しても治,治りますよって言われたんで、私の場合は放置を選んで今に至るわけなんですけどね、その傷が今でも傷んでるのかなと思ったら、なんと50方というね、50方は皆さん40代から来ますんで、特に男性に来ますんでね、ご用心ください。えー、皆さん、今日はいかがお過ごしだったですか、1日。 あの、FX のトレードの方もしてたんですけど今日はね、値、ね、動きが全くなくって、やっぱこう上下の動きがないと手も足も出ないというか、1円も稼げないんですよ。今日はですんでね、どんなに高いレベルを持っているトレーダーでも稼げない日だったんじゃないかなと思ですね。もちろん、こんなね、短いボラテリティでスーパーロットをぶち込めば、利益を上げられないことはないと思うんですけども、至難の技ですね。うん。私の場合はテクニカルっていう手法を用いて、 公式通りに行動すれば、うん、きちんと高い利益が出るようなね、まあ、そんな FX トレードをやっております。そしてそのコースを FX オリガルフというものにまとめて、えー、現在20名の方と一緒に FX をね、えー、攻略しているところでございますけどやっぱりね、すごい人っているもんですね。私もびっくりですけども、私はね、もう6年 FX やってるんで、自分がプロフェッショナルになってるっていうのは、まあ当たり前だと思ってるんですけども、FX 始めてまだ1年も経ってないのにね、 もう数百万の単位で稼ぐ人が出たりと。もちろん資金量もばらつきがありますけどね。それから最年長でね、71歳の方が私の FX オリガルに入ってくださったんですけども、先月、今月か、74歳の方も入ってきてくださって、かなりこう年齢層がね、しっかりとしたものになったかなと思います。まあもともと私の放送ってのは40代、50代向けなんで <laughs>、 あまりね、20代の方とか、たくさんはいないんですけどね、どちらかというと、60代とか70代の方にシフトして、平均例は高い部類に入ります。やっぱ高度経済成長とか、バブルの時代を経験した方が、私の視聴者さんに半分以上いらっしゃるんで、まあ、結構私としてはね、面白い話ができるかなっていうところはありますね。はい、それではね、もう間もなくでございます。今日、YouTube でしっかりと稼いでいただきたいので、 えー、覆面 YouTuber の高さんをお招きしております。まあ私は覆面は全くしてないんで顔出し YouTuber として10年以上活動してるんですけども、結局はね、顔出しした方がいいんですかしてない方がいいんですかと。こう、どっちでも稼げるってことなんですよ。どっちでも稼げるんですが、少なくとも顔出しをして稼いでる私に対して、顔出しをした方が稼げるんですかしてない方が稼げるんですかって聞くっていうのは、これなかなか面白い質問だなと思いましたね。<laughs> 顔出し,しない方が稼げるんだったら私は顔出ししてませんから。 とは言ってもね、私はね、シークレット YouTube チャンネルあるわけなんですよ、アカウントがで。そちらの方は顔出しをしていません。多分皆さんも一度か二度はお見かけしたことがあるような YouTube チャンネルです。まあその辺だけ言っときますけども、チャンネル登録でね、でもね、10万人いないんですよ。7万5千人ぐらいの、まあこれ以上言ったらちょっと分かっちゃうかもしれませんけども、7万5千人ぐらいでね、結構連続で見ちゃいそうなジャンルですね。 はい、で、YouTube の攻略法っていうのは様々ありますけども、どちらにしても、YouTuber っていう、ね、職業になってるぐらい、YouTube は稼げます。そして私が声を大にしていたいのは、YouTube で稼ぐってことは、もうすでに自分の取引先が Google とか YouTube ってことなんですよ。ですんで、どんな日本国内の中小企業で勤めるよりも、なかなかいい会社に勤めてるってことになるんですよね。 まあ、そういうふうな自信を持って参加していただければと思います。えそれではね、若干、はようございますが、もうお待ちの方もいらっしゃいますんで、ぼちぼち、緩やかなところから始めていこうかと思います。<ー>タカさん、準備よろしいですか画面は映ってるんですかちょっとわかんなくて、こっちから。タカさんの画面は、覆面 YouTuber タカという黒い文字にあ、黒い下地に白文字で映ってますね。 あーそうなのか。なんと。なんとでございますね。おかしい。<laughs> おかしいけどわからない。はい。トークのやり取りはできますんで、特に画面が必要でない限りは、<laughs> はい今までも遜色ないですが。しゃあないですね。しゃあないですね。もうちょっと、いろいろやったんですけどね、<laughs> おかしいな、なんで。 お邪魔します。はい。久保さん、お邪魔します。どうも、ナミさん、お疲れ様です。お疲れ様です。たかさん、あ、こんにちは。画面左下のビデオの開始っていうところを解除してもダメでしょうかね。あ、来た来た。行きましたね。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった。はい。じゃあ、さん。はい。 お疲れ様でございました。お疲れ様です。気になる男シリーズリレーの方お付き合いいただきましてありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。ま徐々に気になりだした人もいるかなと思いますんで、今日はね、気になる男の身になる話を YouTube 対談ということでさせていただきます。じゃあ始めさせてもらいます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい まあ、ご覧になっている方もいると思いますけども、気になる男シリーズでね、私とタカさんがこう、ポンポンやるとりしている中で、まあ結構ね、あの、私一人では話せないことも話したりとか、うん、まあ最近はね、あの、一番最新版は家事か。家事が楽っていうテーマだったんですけども、うん、まあこれはね、なんでそういうことが言えるかというと、うんど、何と比較してなんですよね。月収100万稼ぐのと、月収100万稼いでる人の一食事を、 まあ、いわゆる家事として面倒見るのと、どっちが大変かなと思ったら、これはね、なかなかね、月収100万いく人あんまりないんで、でも家事は、やっぱりね、皆さん、卒なくこなしてらっしゃるのかなというところで、一部の方には大変ね、失礼なこと言ってるんじゃないかなと思いますけども、やっぱりと、と尖った歯を放送していかないとね、なかなかね、届かないところもありますんで、ね、えー、いろいろと表現してないこと、十分、あの世の中の女性のことを、昔はね、誰よりも配慮してるつもりですね、それから、プラス、私は誰よりも家事をしてる男なんですよ。 家事をしながら高い収入も上げてるんで、あの、それがすごいでしょってことではなくって、やっぱりね、工夫次第でちょっとずつ進むべき道に進めるんじゃないかなっていうふうな、もしかしたらできるかもっていうふうなね、もしかしたらもうちょっと効率よくできるかもそこに気づいてもらいたいなっていうところと、あとはね、若干ですけども、在宅で仕事してる男性の代弁をしてるところもありますんで、その辺もしかしたらタカさんが本音が出るかもしれませんので、お楽しみにしてください。それでは、タカさん。まずはね、タカさんのことを、 ご存知ない方はあんまりいないと思いますけども、改めて自己紹介をこの場でよろしくお願いします。いいでしょうか。はい、よろしくお願いします。自己紹介させていただくんですけど、自分はですね、吉谷さんと吉谷さんと全く同じ歳ですね。なので今年で40歳になりました。はい。えー、北九州のど田舎からまあ、いわゆる就職してまあ、東京デビューですね、いわゆる東京デビュー。お。でそこから15年 関東京で IT エンジニアを務めておりまして、えー、今、フリーになったというところですね。で家族構成としては、妻と小学2年生の娘の3人家族ということで、であと住んでる場所、まあ、分かりやすく言うなら、東京の池袋ですね、池袋の袋の近く、まあ、電車で2、3本、4本ぐらいのところに住んでるっていうところを。 が伝わればいいのかなっていうところですかね。はい、じゃああと趣味の話もしておきましょうか。<laughs> はい、どうぞ。<laughs> まあ、趣味はですね、まあ、その社会人でソフトボールチームまあ、入ってたんでスポーツはすることは好きだったんです。年齢がちょっと膝壊しちゃってまあまあっていうところなんですけどね。まあそんなことしながらこう年を重ねてきたというところでございます。 ははいいい以上です、はい、ありがとうございました自己紹介いただきまして、ちょっと一部音声が聞き取りにくいます。これからはちょっとね大丈夫だと思いますんで、はい、皆さん、また耳をそば立てていただきたいと思いますけども、はい、まあ東京にお住まいということで、首都直下型地震って気になりませんか <laughs> 地震全然感じたかあでもなんかちょこちょこ揺れてますね、そういえば、確かになんか、来るんですかね、地震、<laughs> 全然気にしてなかったですね、そういえば。なんかね、私は小学生の頃から30年以内に来るって言われて、いまだに来てないんですよね。はあ<ー>、その代わり別のところで大きな地震が2つぐらいあって、まあ、関西と東日本と、<laughs> <ん>これ、なんなんだろうなと <laughs>。 <laughs> これはなんかそういうふうに脅して何か陰謀があるんじゃないかなと思うでもあ <laughs> まあでもいざね東京とか大阪もそうですけど大都市って自然災害が起きた時に一気にもう修羅場になっちゃうんですよね確かにあのー、何でしたっけ自分が社会人2年目とあ,のあれが起きましたよあのすごい地震が3年目だったかな、はい、あの4年目の時に何かがなんかあの時確か歩いて帰りましたもんね会社仕事場から。 そうインフラが停止するのと、プラスあの都心に物流が途絶えると、食料品が1日ででななくなるんですよあ<ー>だからね、上神社を人が本当に東京で出ちゃうんじゃないかなってぐらい、1200万人が食えなくなりますからね、も,もちろん地方の方は、なんとか物流が再開したりする気がして、徐々になんとかなるんでしょうけどね、ちょっと怖い気はしますね、そういういこと怖いですね。うん まあですのでね、ストック少しずつストックをしておく習慣を持つ人もいるみたいですけどね、はい、まあそれでね、首都直下地震の話題は今日はそんなに長くは取れませんので、<laughs> え次にね、このユーチューバー、タカさんがね、なんで私の縁を持ったのか、この辺ん、タカさん、どんな感じで覚えていらっしゃいます、はい、そうですね、久保さんではまず完全に知ったきっかけっていうのが、ちょうど2年前ですね、ちょうど2年前。お<う>えー 吉谷さんもドリアカにちょうど2年前に入ったんですね。はい。で、入って、そこで吉谷さんのコンサルを受け始めたんですけど、あまあ、ドリアカ入ってすぐコンサル受け始めたんですけど、その後ね、はい。はい。で、そこにドリアカの講義にありましたよ、久保さんが。久保さんの講義が。あります。えっと、熊ん長者合宿セミナーと、はいそまあ、自己アフレートですね。はい。で、この2つがあって、あそういう方がいるなっていうのと、 あとは多分一緒に商品を売ってたのかな、ちょっとなんか動画を見たっていう、あとリレー動画してるっていうのを知ってたっていうところが、とりあえず始まりですね。うん、はい。そうですね。吉谷さんとはリレー動画、多分5000本、5000話ぐらいになってると思うんですよ、うんで。これをね、10万話までいこうかなみたいな感じなんで、まだまだ道半ばも行ってないところなんですけども、うん、でそれが一つと、あと、まあ、イリュージョンツアーとかね。 多分それですね。なんかそういうの見った気がしますね。ええー。一応ね、二人でね、えー、一緒に組んで、えー、商品販売をしたりとか、全国ツアーをしたり、みたいな、うん、あ仕事もさせてもらいましたね。うん、でこれっていうのは結局、私はもともと40歳までマージャン店やってたんですよ。はい。で、まあ、IT とかは全く関係なくて、パソコンのパの字もない環境で、毎日、ポンチカンロンってやってましたんでね。 まあ、インターネット、パソコンを始めて、始めた年のうちに、まあ、ちゃんと稼げるようになってね。まあ、金額も4000万ぐらい稼げてるわけなんです、よ年。それはちょっとね、極端だなと思いましたけど、ここまで行くのは。まあ、でも、インターネットっていう場所で集客をすると、麻雀店の集客とは比べもならないぐらい、そのインパクトがあってね。で、あとは時期も良かったってところも、やっぱ否定できないんですけども、はい、あの、テレビメディアでね、あの、ネオヒルズクラブっていうのがものすごく、 放送されてた時だったんで、ん<ー>テレビからのインターネットのアクセスがものすごく起きてた時だったんですね。そこで、広島のインターネット塾っていうのが、まあ、地方でブレイクしたということだったんじゃないかなと。なるほどですね。<laughs> まあ東京はね、割と暑かったんですけども、地方はまだ全然目がなかったんで、広島で行けるんじゃないかなと思ったら行けたと。<あー> <laughs> <laughs> はい。まあ、そんな感じでね、あの、タカさんとも、そこからなんとか続けてこれたんで、 こういう出会いがあったわけなんですけども、これでね、ちょっと皆さんに一つ覚えておいていただきたいのは、今、タカさんがね、2年ほど前に知ったっていうふうに言われてたでしょで、こうやって直接関わるのは、つい最近1ヶ月ぐらいなんですよ。だから、こう考えてみたら、2年ぐらいは潜在的につながる可能性があったけども、実際につながったのは2年かかるわけなんですよね。そういうことを考えるとね、 今すぐは芽が出ないけども、結果は出てないんだけども、1年先、2年先に育つような種を植えてるかってことが結構重要で、じゃあタカさんも、じゃあドリアカに入りました。半年でくじけてましたって言ったら、今日この場はないわけなんですよね。もちろん、YouTube で稼ぐっていう瞬間にも多分、タカさん自身出会えてなかったんで、なんかいろいろあったけどダメだったなっていう苦い思い出だけが残って、今日生きてると思うんです。うん、でも、実際今 YouTube で家族を支えてらっしゃって、 それを私がこうやってね、一緒にコラボもさせていただけて、えー、今日おと10名ぐらいの参加者の方が今いらっしゃってるのかな。こういった場所が設けられるっていうのは、まあ一つの奇跡であり、タカさんが実際に一歩一歩踏みしめていった実績だと思うんですよね。まあですんでね、単なる出会いっていうよりも、これタカさんがあの、まあ私がね、こういうのも僭越なんですけども、タカさんが確実に自分の力をつけていった結果だと思うんですよ。 ですんでね、元はみんな同じところからスタートですから。今まだね、全然稼げてない人でもいると思うんですよ、この YouTube ご覧になっていて。でも YouTube っていう入り口に立った以上は、この道が用意されてますんで、あの、元ね、赤字マージャンでの私もね、もう本当に保証しますんで、<laughs> YouTube しっかり使えば、こんなね、シンプルに稼げますよ。YouTube の放送で集客して、YouTube という動画を商品にして、そして YouTube で販売していくっていうね、この集客、商品、 販売の3点セットが YouTube っていう動画の1個でいけるわけですから、こんなシンプルな話じゃないんですよね。さあ、頑張っていただきたいなって思うところと、あとは、高さんなりの今日はね、稼ぎ方をどん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 紹介していきたいと思いますんで、えー、ここからね、どんどん本題に入っていきますよ皆ん、高さ。あの、高さんね、あの気になる男シリーズって83話まで行きましたけども、はい。なんかこう、 自分の中で起きている変化とか、当然私もあるんですけども、変化、気づきとかっていうのがあったら、はい、今日は私の話をしてもしょうがないんで、たカさんの考えとかね、気づきとかを教えていただきたいんですけども、いかがでしょうかそうですね、まず変わったことは、まず情報発信力が変わったと、でまあ、どういうことかっていうとその、もともとこのリレー動画っていうのって、まあ、久保さんとやる前に、うちの塾生さんとやってたんですね。 その久保さんと吉谷さんの真似して、塾、え、生、ー、さんとこうやろうっつって、やってみようぜっつってやってみたのが始まりで、で、それを始めてて、で、ま、さかね、こうやって本家の久保さんとやるとは全然思ってなかったんですけど、<laughs> <laughs> まあ、そういうところがあったんですけど、その始まった当初は、やっぱり自分はその、塾、ま、生、あ、さんもそうだったんですけど、その顔面を動かさずに、まあ、音声だけですね、音声動画でこうやり取りしてたっていうところがありましたと。 まあこの気になる男シリーズも、多分初めはそうだったと思うんですけども、で、やってたんですけど、その久保さんとやっぱりやり取りする上で、その久保さんの情報を正しくキャッチできなかったんですね、その音声だけだと。受け,受け取れなくなったと思う。はい、なので、久保さんのキーワードをしっかりキャッチできるためにはどうやったらいいかっていうところで、よし、これはスライドだと。スライドだと <laughs> しっかりキーワードを拾っていて、それに対してこうやっていこうっていう形で、このスライド動画で情報発信のスタイルの変化があったっていうところがまず変わったところですね、本当にまず大きな一つですね。はい、うんそうですね、本当に。でやっぱりそのこのスライド動画っていうのは、やっぱり昔、まあ今年の2月に塾を開校させていただいたんですけども、その時にオリジナルコンテンツっていう形で。 こうスライド動画作ってたんですけど、やっぱすごく時間かかって苦戦していたっていうのがまあ記憶に残ってたんですけど、なんでちょっともうあれ作りたくないなと思って踏み出せない日々がやっぱり続いてたんですけど、この「気になる男」シリーズですね、この「気になる男」シリーズをやることによって、要はスライド動画を作ることに慣れていくことができたんですよね。で、やっぱりこの慣れる、なんでこれ慣れたかなって考えたんですけど、その自分の動画で、 えー、YouTube チャンネルをアップするのと、その久保さんのチャンネルで動画が、まあ、アップされていくっていうところに、非常に大きな違いがあったと、まあ、これもどういうことかっていうと、自分の動画ではなく、久保さんのチャンネル1万人っていうところ、持ってるところっていうところに、えー、自分のメディアがまあ晒されると言うたら、1万人の目に触れるっていうところを考えたら、やっぱりこれは画面の動かない音声動画じゃだめだろうと。<laughs> せめてスライド動画で、えー、視聴者にまデカ文字で、えー、分かりやすく伝えて、えー、届けるこれが今できることなんじゃないかっていうところで、まあ、これをこの形になったっていうところですねうんだからやっぱりこのスライド動画を作ることによって要はこのここまでなぜ続いたかって言われるとやっぱりその 人がやっぱり見てるっていう力っていうのは非常に大きかったんじゃないかというところがやっぱりすごく気づいたところですしやっぱ人に見てもらえるってこんなに頑張れるんだっていうところはやっぱりすごく感じたっていうところですすね、はい、ありがとうございますあの今非常に大切なことをね言われてたんですけどもあのこの動画のやり取りって絶対に見てくださる方が一人いるっていう確実なところに放送するっていうのが結構強いところなんですよね。 でまあ、返信動画が来たときに、自分の発信したことをちゃんと拾っていただけて、それに基づいて返信が来るんで、会話のまさにリレーが続きやすいんですよ。じゃあ、どういうことかっていうと、YouTube で動画投稿するのは続きませんっていう人は、これをやるとね、続きやすいんですよ。これでも続かなければ、それはちょっと YouTube とか情報発信そのものをね、もうちょっともう根底から考え直すか、生活スタイルを変えないといけないっていうような、そこの原因まで。 追求していかないといけないんですけども、でも基本的に誰かが手紙出したら返事書くでしょうとか、メール送ったら返信メール出すでしょうっていうぐらいのそのリズムでこの動画を行ったり来たりするわけなんですよね。で、やっぱりこうキーワードっていうお話がね、今タカさん言われましたけども、必ず話にはキーワードをいくつか投げ込んでるわけです。まあ具体的に今回のキーワードはこれですよっていう場合もあれば、ラフに話した中で多分このキーワードを使ったら返信がしやすいんじゃないかなっていうふうに、 まあ、拾うっていうかね、受信するっていう形なんですけども、それ受信したキーワードから展開していくんですよ、ね。自分なりにそのキーワードをどのように広げていって、えー、自分の考え方を相手に伝えていくかっていうね。そういうふうな基本的には、1対1でのやり取りのはずなんですけども、なぜかそこに視聴者さん、別の方が見るっていう現象が起きるんですよね。実際この気に入る男シリーズって基本的に私とタカさんの会話なんですけども、今日こうやってライブ放送に来てくださる方は、二人っきりじゃなくて、 まあ10人前後の方がいらっしゃる。そして YouTube でこれ明日にはアップしますけども、そうすると多分100人ぐらいの方が見るようになると思うんですよ。私とタカさんのやり取りですらこうやって多くの人に拡散できるわけですから、このチャンスをね、あの、一人で動画投稿が難しい方は、誰かとやり取りするって形に活かしていただいて、まあそれをね、あの、付き合ってくださる方を非常にありがたいと思ってやっていくと、なんかすごい強い信頼関係が生まれるんですよね。だから私とタカさんって、私はまあタカさんの まあ顔も分からないし、まあ、名前もタカさんとしか呼んでないんですけども、で、付き合いも最近なんですよ。でも、かなり気になる男になってるわけですよ、私としてはね。で、気になるところをどん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 理の中で、えー、抜き出していくと、今度は流れ弾のようにね、私がタカさんのことを掘れば掘るほど、他の方も気になるようになっていくっていう形で、まるでこの水面に投げた刃物のようにね、このタカさんという存在が、 私のチャンネルでも広がっていくんではなかろうかというところがありますよね。で、そういったものを見ていると、私も気づくところがものすごくあったり、あ、こうやって誰かのお役に立てるかもしれないし、そのことによって自分も鍛えられてるなってところがもう20人も30人もね、あのこの YouTube というものを通じてあの、得なんですよね、とにかくね。自分の、うん、気づきも増えるし、気づいていただけることも増えるし、たくさんの方とこうやって関わることもできるんで、でまさに、ね、情報発信の、うん こう極みみたいなところ感じますねえー、タカさんも本当に動画ねすごくしっかり作ってくださるんで長い動画とかも結構あってね <laughs> 私も返信が楽しみであるのと同時に <laughs> わすげえの来たなっていう風に時を抜かれる時もありますよね本当にありがとうございます <laughs> でねタカさんあの YouTube の塾をされてるじゃないですか、はい、でこれってのをしっかり聞くことは私はなかったんですけども今回はまあこういう場ですから一体どういう塾なのかなっていう風にね もう今日は聞いていきたいと思うんですよ。例えばね、塾のコンセプト、こういったものはなんか考えていらっしゃいますそうですね、塾のコンセプトとしては、まずまあ単純に、YouTube で広告収入を稼ぎましょうというところに重きを置いてるんですけども、はい、その簡単に広告収入で荒稼ぎをしようっていうんじゃなくて、まずはこの月3万を目指して、コツコツ頑張っていきましょうと。うん、で今までその 普通の話だったら、やっぱり広告であからか先する,するぞって言うんですけど、じゃなくて、やっぱりこの動画っていう資産っていうのをしっかりと構築することによって、まあ、将来、自分の身を守る保険とか、そういう形で作っていく、しっかり自分の身を守るこう防衛の、防衛のを作っていくみたいな、そういう考え方をしっかり持ってもらって、そしてまあ自分の将来っていうのをしっかり考えたり、老後のことを考えたり。 そしてその今、会社の、ほとんどの方は会社員だと思うんで、会社の収入に耐えるだけの生活じゃなくて、会社の生活以外のもう一つのキャッシュポイントを作っていく、言うたら、時間労働っていう消費型の働き方もしながらも、資産構築、新しい蓄積型ですね、蓄積型の働き方っていうのを YouTube を通して学びながら、 慣れていくそして、動画を発信ししてていく、うん、そして自分を好きになってくれるファンとの絆を深めていくということで、このお金を稼ぎながら、自分の充実を目指していく、人生の充実を目指していくっていう形っていうコンセプトで、今やってみますね、うん、あじゃあ、もともとはその広告収入っていうものを1つ、えー、ポイントとして置いていたんだけども、あそれだけじゃないぞと。広告収入はそもそも1000人の登録者がいるけれども、いや、そんな登録者なんて、 10人とか20人でも、そこには確実に10人、20人という暮らしを伴った人がいるわけだから、必ずそこには信頼関係と、それからファンという関係とか、感謝というものが生まれていくぞっていう、まあ、そんんなな感じなんですかねそうですね、初めも自分も広告収入を稼ぐっていう、確かに重きに置いてましたけど、それ以上にやっぱり自分がしっかり、えーまあ、動画っていう一つの。 え資産、まあ、資産っていう方より一つの、まあ、作品という方はちょっとおこがましいですけど、うん、そういうものを作ることによって誰かが反応してくれるこれってやっぱ素晴らしいことなんじゃないかなっていうところが始まりですよね確かにそれはありますねあの。やっぱこの動画の力って思ったよりもすごくって放送している人よりもねそれ受け取ってる人が、ね、ものすごくね感じてくれてると思うんですよ。 まあ、そもそも気にならなければ次の動画にアクセスしませんし、チャンネル登録がなぜ起きるかっていうと、次の動画に期待してくれてるんですよね。だからそういうところもありますんで、今ね、再生数が少ないとか、チャンネル登録が少ない方って、もう全然それはすごいことなんですよ。<laughs> <laughs> チャンネル登録が一人でも起きてるだけで、一人のファンを作ってるわけですから、一人を導いてるわけなんですよ。これはなかなかね、あの奇跡的にすごいことなんですけども、どうしてもね、YouTube っていうと、その有名人の、 ユーチューバーさんでね、チャンネル登録が200万人ですよとかね、再生数が100万回ですよっていうのを見ちゃうから、そこまでいかないとダメなんかと思うけど、うん、そうじゃないんです。何でもかんでも、裾野をしっかりと支えている人が、最もね、最前線で、多くの情報発信と気づきを、少数の人に与えてるんですよね。で、だん,だん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 ファンが増えてくると、今度はね、濃さはなくなってくるんですよ。個別の対応もできないし、 多くの人が気になることを話すようになるので、実際に自分がコアの話ができなくなってくるところがありますんで、ファンが少ないうちが花っていう考え方もあります。うん、で、タカさんとか私みたいなのは、もうもちろん率直言ってるわけなんですよね。まあですんで、多分ね、関わる方って大体いつも似たような人になってくるんですよ。うん、その代わりその人との関係はすごく濃くって、その人を支援したいって気持ちも高まるし、その人から、例えばなんか贈り物があったりとかね。 実際に会ってみたいな、みたいなってやったりとか、なかなかね、そこまで有名 YouTuber だったら困りが効かないですし、まあ、逆に一部のファンの方に、えー、忖度するとね、なんか炎上したりするわけですよね、なぜかね。<laughs> 私たちはあんまり炎上しないんで <laughs>、わかります、そは。<laughs> はい、なんか変なコメント入ったりとかするかもしれませんけど、そんなん最近ありましたそうですね、さあ、そうですね、一個だけありましたね、そういうコメントが。 はい、えっとだ、コメントをもらったのは逆に嬉しかったんですよ。まあ、ちょっと内容はまずさておきなんですけど、<laughs> はい、コメント入ったわと <laughs>、書いてくれたかと <laughs>、ありますよねや,やっと書いてくれたかと <laughs>、このコメントをくるまでどれだけ待ちわびたことかだけど、まあね、確かにちょっと言ってることはあれなんですだけど <laughs>、うん。 伝わったかというところがありましたね。まあ、ちょっとまあ、なは、まあ、これもう一回今から言いますけど。はい、それ以上にコメントが入ったことにも感激しましたね。<laughs> <laughs> <laughs> やっと、やっと無視しない人があられたかっていうね <laughs> 実際なんかあれですよね。あのアンチなコメントって入ると。 いや、今回は本当にね、嬉しかったですね。もう本当、普通だったら、その、<laughs> あの、なんだでしょう、収益化したチャンネルの方はちょっと全然別に、まあどうで、どうだっていいんですけど、こうやって自分で情報発信した時はもう、本当にね、いや、よくぞそう言ってくれたと。<laughs> <laughs> <laughs> もう、それは気持ちはわかるっていう感じだったんだけど、うん、言いたいことはわかるけど、もうその通りだとしか言わないよう、言えないようなコメントだったんですけど、 その通りだと。<laughs> 本当、ね、深く、深く、なんかなんていうんですか、感謝じゃないですけど、<laughs> ああり,ありがとうとは言えなかったんですけど、ありがとうとは言えなかったですけど、なんか、本当に嬉しかったですね。<laughs> 今の感覚ですよね、わかります。たぶん、無視されなかった幸せを感じられたっていう, <laughs> う、ね、まあ無視かどうかはなわかんないですけど、ただね、そうやってこうアクションを、お,お起きたかっていう。 おっぱこれがね喜びですでしたね、はいはい、そうなんですようん確かにね攻撃的なコメントはあんまり好きじゃないんですけども <laughs> でも全く入らなかった時のことを考えたらついに自分もなんか炎上の入り口に立ったかみたいなね <laughs> 妙な感覚があるんですよそうですね多分その時もまあそうですね <laughs>、うん、はいありがとうございますあの、はい、あとは この炎上とかね悪いコメントを拾っていってそれで喜ぼうっていう YouTuber じゃないですからやっぱり一部はねあのやっぱこう YouTube 活動も稼げるから続けられるところがありますしでいつまでも稼げなかったらやっぱりねやる気も失せていくんでじゃあ稼ぐっつったってねじゃあ月収100万いきなり行るのかっつったらそうではなくってやっぱ月に。 2万3万が安定するだけでも、だいぶ先駆け目できますんでね。うん、その辺からまずはヒットを飛ばすところから、こうバッターボックスに入って、バットを振っていただきたいかなと思う、うん、でチャンネル登録1000人というのが一つのやっぱ節目にはなりますけども、でも1000人いかないと稼げない方は全然そんなことないですから、で、私もね、即座塾やってきて、YouTube をお勧すすめする中でね、チャンネル登録200人とか300人のちゃんと月収30万とか40万とか作る方いますし、で、あとはね、 あの、チャンネル登録は少ないんだけども、広告収入についてないんだけども、そして自分の商品を持ってるわけでも、セールスをしてるわけでもないんだけども、クラウドファンディングをしてみたらお金が集まるみたいなことがあってね、それをもとに、初めてビジネスがスタートするみたいな方もいらっしゃって、可能性とか使い方が結構ね、こう、無限というかね、多岐にわたるわけなんですよ。ですんで、YouTube で稼ぐっていうと、どうしても再生数を稼いで広告収入っていうふうになっちゃうんですけども、今別の稼ぎ方も様々ありますんで、 私の方からもね、お伝えすることはありましたけども、このタカさんからもね、今度この YouTube の塾をやれてる、されてるわけですから、いや、あなたはこの稼ぎ方がライバルがいないよとか、あなたはこの稼ぎ方が一番労力少なくてブレイクするよみたいなものを見極めていただける部分もあると思うんですよ。うん、まですんでね、そういったことも込みで、さっきタカさんが話してくださった塾のコンセプト、まず3万いこうぜみたいなところね。3万はいけるでしょう、皆さん3万。 高校生の土日のアルバイトだって5万ぐらい稼ぐわけですから、そのぐらいちょっとね、3万ぐらいちょっと狙っていきましょう。で、3万がもし稼げなかったら、タカさんなんでって聞けば答えてくれますから、答えてね。ねタカさんね。はい。まあ、任してくださいってことですよだから。うん、で、タカさんの塾にやっぱこう入るときって、いや、どんなメリットがあるのかなとかね、どんなことが私はできればいいんだろうかって、ご不安に思う方と、期待をかける方いると思うんですが、 実際、タカさんの YouTube の塾、ね、これに入った時のメリットってどんなものが今、教えていただけるんでしょうか、はい、私の塾に関しては、ですねまずはそのサポートという形では、障害サポートという形をとっています。うん、でやっっっぱりうちの塾に入てていただく方って少し すごい大人の方が結構多くてやっぱりその目先のお金をつかみ取るっていうかそういうところじゃなくてそ YouTube 活動を通して、まあ、お金を稼ぐ稼ぎながら自分をどんどん学んでいくっていうところ、うん、っていうところをすごくやっぱり感じていましてでその今までやっぱり稼げなかったとか今まで失敗してきたあ諦めてきたっていうところを絶対に変えるんだと自分の自分の人生は絶対に変えるんだっていう強い思いでやっぱりやってる方がすごく多いんですね。うん だから、そのもちろん YouTube を出すっていうのは、た動画出すっていうのは単純なことかもしれないんですけど、その単純なことをみんながその熟成さん、今、一期生っていう呼び方をしてるんですけど、一期生が自分のタイミングでしっかり出す、で出しているっていうところがやっぱり見えるので、その見えるっていうところがやっぱり、直接的に熟成さんは会話を交わしてはないんですけども、そこに対して、あやっとるなと。 うん、やってますねっていうそのお互いが、えー、戦友でもないしライバルでもないんですけどそのちょっと違った感じの一体感っていうところがすごく感じれるっていうのはこの塾生さんから少し話は聞けましたね。うん、あね、まあ、このタカさんとの密な関わりの中で、まあ、障害サポートもそうなんですけども細かいところまで手を引いていただけるっていうのが一番大きなメリットだなっていう感じるところあるんですけども。 まあその他ね、こうやって、希望すればリレーとかもやってくださると思いますし、場合によってはね、私の方もシャシャリでね、タカさんなんか新しい熟成さんとのリレー盛り上がってますね、みたいな感じで、<laughs> またこのズームのライブを展開するかもしれないってところも、ちょっと頭隅で入れておいていただいて、その短さっていうのが多分、タカさんのこの YouTube 活動のメリットになるのかなと思いますが、あの、顔出しをするしないってなると、やっぱタカさんのところでは顔出しをしない方法が、 学んんでででるるっていうののも一つのメリットになすすかねそうですねそやっぱり顔出しをどうしてもやっぱできない、ま、したくない、できない、ま、いろんなことがあるんですけど、そのどうしてもその顔出してやるっていうことに抵抗があって、YouTube をその動,画する動画を出すことに躊躇している方がやっぱり結構入ってきていただいてたんですね。うん、で、そのもう顔出せないから YouTube できないや、諦めてたっていう方が、いや、顔出さなくてもできるんだっていうね。 顔を出さなくてもできるんだとそして実際動画を出してみたらしっかり視聴者のファンからの声も来てるとあこれはいいなこれはできるんだっていうところっていうのはやっぱりすごく塾生さん今の一期生さんは自信を持ってやってるかなと感じています例えばねタコさんが今覆面 YouTuber でこの小さなお面をかぶったプロレスラーみたいな方が目をパチクリさせながら、うん 口をパクパクしてながらってるじゃないですか、これ、言ってみれば、ですよねそうですねぼ、自分の場合は今、ちょっと VTuber チックにやってますね、はい。で、これってのは難しいんですかお金はかかるんですか <laughs> これは300円のツールです。食べあ、じゃあ、500円とか1000円のやつもあるんですか <laughs> いや、分かんないですただ、これは単純に、なんかないか、うん、いや、VTuber ってすごい大変だなと思って、うん、人と差を作りたいなと思ったときに、このパチクリするのが300円のツールであったんで。うん 試してみれってやったらこれがうまくいったんであじゃあこれかっていう <laughs>、はい、単純に本当にこ,この設定するのは結構難しかったりするんですよいえ全然難しくないですね、うん、ただしそ,のそれをするためにそ,のそれも結局スライド,ドあ動画を出すっていうところでやはりサムネイルを作るっていう段階があると思うんですけど、うん、そのサムネイルを作るときにやっぱりいろんな画像加工するっていうスキルを覚えていくと思うんですねうん 例えば、人の表情とかを探したりしたりするとは思うんですけど、それと一緒で結局、このツールって、あこのパチクリ君はどうなってるかてと、目が開いてるのと閉じてる、あと口が開いてる、閉じてるって、この4パターンでしか動いてないので、はい、単純にこの4つを重ね合わせてるだけなんですね。うん、っ,てっていうのがか、その理論さえ分かれば、サムネを作っている人、サムネを作ったりしていると、 4つの顔があればいいのかと、まあ、できるかもしれないってそのできるっていうハードルがすごい下がるんですよね。おううん、そういう意味においてもやっぱりそのサムネイを作ったりそういうその YouTube を作る側でのいろんな付属したスキルをやることによっていろんな世界とかいろんなやり方が広がっていくんじゃないかなと思いますね。はいまありりりがとうございますす今ねササムムネネイイルルってて言葉ももポポンポン出てきたんですけどもサムネイルの簡単なな作作方方効果的な作り方 こううういいっったここことともタカさんかから学べるってでででよろしいでしょうかそうですねこれに関しては個別でもう聞いてもらってますね。もちろんその、うん、どういう形がいいかっていうのも自分で教えてますしこういう動画を作ってますっていうのは見せてるんですけどやっぱり個別でやっぱりその。 塾生さんの中でも自分でこう作りたい自分でこう作りたいっていう方もいるので、はい、その方はやっぱりそれがいいと思いますしいやいやちょっと聞きたいんだけどなっていう方はその聞きてもらうっていう形にしたりそれはそのライブででライブで自分では自分はこういう意図で、えっと、サーモネを作ってますよっていうことをお伝えすることによってあ なるほどねそういう意図があったのねつってこう改善する人は改善しますし、まあ、自分の我ルでいく人もいるしいうところでそこはもう本当に人それぞれな感じですね。うん、本当に、はい、まあ今ねタカさんいろいろ話してくいましたけどもあの私との、ね、動画のリレーを見てもお分かりいただけるように返信が毎日来るんですよ。で場合によってはリアルタイムです。となるとタカさんのサポートの,その細やかさとかレベルとかスピードっていうのが 多分もうすでに証明済みだと思うんですよね。じゃあ、サムネイル作りたいんだけどって言ってもね、じゃあ、一緒に今度やりましょうかとか言って、1週間、2週間待たされるってことは考えられないんで、まあ、すぐに問題は解決すると思うんですよ。まあ、もちろん、高さんにも他の熟成さんや暮らしやプライベート、いろいろありますんでね、じゃあ、すぐにこの瞬間ってことにはならないかもしれませんけども、でも、放置されるってことはないですし、じゃあ、明日ね、明後日ねって話にはならないと思うんで、その辺はね、 タカさんの塾のメリットとして、全く二人三脚でできると思ってよろしいんじゃないかなと思うんですよ。何人かのうちの一人じゃなくて、自分とタカさんがもうコンビになってやってるって感覚だと思うんですよね。で、これからタカさんが多くの塾生さんを抱えていくと、だんだんそれも難しくなるんで、今、この時期にやっぱタカさんと関わり持つのってのは、私としてはね、ものすごく大きなメリットになると思うんですよ。もちろん私もね、負けないように、FX なんかでね、 細かい細かい、えー、密着したサポート、サービスをやっていきたいと思いますけども、YouTube のこの顔出しをしないということに関しましては、タカさんがかなりね、力を持ってるんじゃないかなと思います、まあ、そういった認識でよかったですかはいそうですね、うん、本当に基本的に確かに一人一人にやってますね、よく考えたら。 もうその聞いてくれる聞いてくる方に対してはしっかり答えてるしもうその1人でやれる方は1人でこう突き進んでいくんですけど時にですねやっぱり自分でこうやってった時に回らないなと、ね、何がおかしいんですかって聞かれた時にいや他の熟生さんはこういうふうにやってるからこう回ってるよとかいうアドバイスだったり自分はこうしてるよとかいう形で言えるので,でその人の力量っていうのもやっぱりなんとなくその毎回結果報告を 来てもらってるのでそれでわかるのでそこで適切なアドバイスはできるんじゃないかなとは思いますけどもね、うん、ということでね今回はこのキーワード私も拾っていきますよタカさんには熟成さんがこう頑張ってますああ頑張ってますこうやって問題解決してますっていうことを今お話しくださってると思うんですけどもじゃあもう一歩踏み込んでね今実際に頑張ってらっしゃる熟成さんってタカさんのところにもいると思うんですけども、はい、その人のことをちょっとお話しいただいてもよろしいですか 頑頑頑張張張ってる人です、はい、る人ですすかか状状況況というかねねの方ですねちょっと一人やっぱりこの方がいいなっていう方がいて、うん、本当に YouTube をそのなかなか要は今までいろんなこと失敗してきてうまくいかなかったとで今回の塾に入ってもやっぱなかなかうまくいかないっていう方いたんですね、うん、で初めやっぱりそのサムネイルとか作るのもなかなかちょっとできないと。 ですごくできなかったんですけど、じゃあもうサムいなしていきましょうと。まずはサムいなしていきましょうと。うん、で、ともかく動画を出していきましょうっていうことを言って、初めは本当にもう、なんだこう、言うたら言い間違いとかなんかしながらでも、ともかく一本出していくみたいな。 うんうん、こういうそういうことをなんか地道に普通だったら一回その言い間違ったり何だったらその動画をもうなんか消したりするんですけどもその方はその一歩一歩進めるっていう方だったのでもうこれでもいいとともかく出すとともかく出すっていうのを本当歩みはそんなに早くないですよ早くないですけどゆっくりゆっくり確実に進んできてで今はやっぱりそのもうちょっとやっぱサムネないと寂しいよねっていう方になって <laughs> じゃあサムネをつけますでサムネをつけれるようになって今も本当にだから 普通に昔サムネができなかったとは思えない感じで普通に出せてるので、まあ、やっぱこの方っていうのがすごい自分の中でああ頑張ってんなとは感じましたね、うん、なんかそう励まされますよねそういう風に地道にされてる方がいると、うん、そもそもビジネスとかこのインターネットの情報発信って地道を絵に描いたような地道ですから一足飛びに何か生まれ変わるのことはないですからね やっぱこう種をまいて畑耕して水をやって肥料をやってやっと育つのが1年がかりみたいなものが多いですからそういう方がね分かんないですけども例えば不器用な方が一生懸命やって実を結ぶっていうのに多分多くの人っていうのは自分の平凡さをものすごく実感するところがありますので平凡な人が結果を出すところにむしろ励まされるわけであって優秀な人がね 結果を出しても、どんどん遠くに行っちゃうばかりで、えー、なかなか現実味がないのかなと思いますけども、タカさんの話を聞いてると、やっぱりね、一人でポンポン行っちゃう人、それはもちろんいいことなんだけども、そうじゃない人に対してタカさんは自分の出番っていうふうに意識してくださって、その方をね、細かく手厚くサポートしてくださる、まあ、いわゆる置いていかない指導者なんじゃないかなと思います。えー、動画のやりとりを通じてタカさんに気になるところっていうのは、なんかほっとけないって気持ちが大きいんだろうなと思うんですよ。タカさんに対してね。 ですんで、あの、YouTube に関して、タカさんにお任せいただければ、目が出るのは早いんじゃないかな、というふうに思いますね。はい。それでタカさんなんかこう、熟成さんでね、うん、なんかこう、ものすごく長い間、タカさんの目からやっていて、うん、あ変わったな、みたいな、この人こんなに変わったぞ、みたいなことがね、感じることがあると思うんですけども、それによって自分の中が変わったってことあります逆になんかこっちが教えられたみたい。 いやーありますねこれはぜひ言いたかったことなんですけど、まあ、よくぞ聞いてくれたというところで、はい、はあったんですけど <laughs> そのまあこれ多分唯一誇っちょっと自慢してもいいんじゃないかと思うんですけどうちの塾のシステムはその結果報告っていうシステム、はい、要はその何かをしたら結果報告、まあ、要は会社でいう日報とか週法とかそういうやつですよね、うん、でそれをその塾生さんのタイミングで出していただくっていうシステム とあともう一つはその質問、まあ、適宜質問があったらしてください、まあ、これは普通かもしれないですけどね、その2つのシステムがあって、やっぱりその結果報告っていうところでは、まあ、当然できる人はまあ週1とか、うんまあ、どん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 できるようになればまあ遠ざかるっていうのが普通なんですけど、一人の塾生さんがですねあの開講以,、ね、以来毎日結果報告いただけ,いただけてるんですよ。 その開校した日っていうのはちょっとちょっと何日か覚えてますけど、ともかくその開校して、えー、カリキュラムを動画のカリキュラムを見ましたっていう、その動画の何個目を見ましたからスタートしたところだったんですけど、それを毎日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 、もうだから今10月ですからね、2、3、4、5、6、7、8、9中、9ヶ月ですかね、9ヶ月毎日、だ毎日朝、その結果報告を朝取るっていうのが自分のもう日課なんですけど。うん やっぱりそれを見て、やっぱりコツコツするってすげえなって感じましたね。その <laughs> うん、本当にその当然、その再生回数を取るだったり、えー、いいサムネを作るだったり、そのファンに、ね、刺さるような動画を作るっていうのはもちろん大事なんですけど、それ以上にやっぱりその毎日毎日同じことをやる。もう当然、毎日一本作るんじゃない、毎日一本作れるわけじゃないですよ。それはだからその、今日は記事探しをしましたとか、今日はその、 えっと、記事を確定しましたとか、うんえー、スライドを作りました、今日は声入れだけをしましたとかね、そういうそのタスクを分割してでも今日一日に絶対何かをやってやるんだっていう、うん、あやっぱそれを見ると、これはやっぱりそうなんだ、1本作るだけでも日に分けてやってるっていう、あこれはやっぱりその他の塾生さんにもすごい力を与えてるんじゃないかなと思っていて、でやっぱり他の塾生さんに聞いたら、 あの方はすごいと、うん。<laughs> やっぱあの方がしっかりやってるから、自分もやれるっていうのはちょっとその別の裏で聞かせてもいただいてるんで、うん、やっぱすげえと。じゃあこれは負けてられへんよね。っていう方でやっぱりやられてるってとこがやっぱりありましたね。うん、はい、すごく大事なこと。今言われたのを皆さんにね。あの、私の口からもお届けしたいんですけども。あのいい結果が出たことは誰でも報告するんですよ。むしろ逆にね。 伸び悩んでいたりとか、あんまり売り上げ出てないんだけどなとか、最近活動できないんだけどっていうふうな真実の姿を自分の本当の姿として日本のようにね、自分は今日こうでしたってあげていく、何もできなかった日は何もできませんでしたってあげることによって、じゃあ、タカさんの方から見ても、この人はどこに得て増えてがあるのかなってことが分かりやすいんですよね。何せね、人っていうのはね、格好悪いと環境を立ってくるんですよ。 ね、華々しい売上が立ったら報告しようと思うんだけど、売上立たないから、だんだん疎遠になっていって、疎遠になるから意識も遠のいていって、結果、売上ずっと立たないみたいなね、沼に放っちゃうんですけども、逆なんですよね。自分がまだね、華々しい結果を出していないから、だから食らいついていって、足が遠のくことがないように、今日はこんな小さなことだけでもやったんですってことを届けることによって、うん、動機づけをね、少しずつ高めていくってことなんですよね。あの やっぱり、ね、この動画リレーも返信が滞るともう YouTube 自体をやらなくなっちゃう人もいるんですけども、全然もったいないですよ、そういうことは。あの、やっぱり1日遅れても2日遅れてもやるとかね、どうしてできなかったのかなっていうことをやっぱこう考え続けていったりとか、そこにちょっと今日は動画遅れなかったんだけどメールでお願いしますみたいな感じでメール一本でも送ってみるっていうね、そういったことが次につながると思うんですよ。で、まとめていくとね、できないからやめていたらずっとできないんですよ。 できないからやるしかないんですよね。で、わからないからやめていったらずっとわからないんで、わからないからもっと悩み、頭を悩ませて前に進んでいく。それでしか私たちは突破できないと思いますんで、やっぱりね、自分の苦手とか武器を意識している人にこそ、無様でもいいから、一歩一歩前に進んでもらいたいなと思います。そういう姿が、あの、身を結ぶと思いますんで、ね、しかもそれは誰も格好悪いなんて思わないんですよ。頑張っていただきたいと思いますよね、タカさんね。そういう方に、 活動されると、うん、やっぱり自分もこの今の環境にあぐらかいていらんないなと。また自分を不利な状況に追い込んででも、もっとね、えー、ぶいたをやっていかないといけないなってね、思わされるところが多いですね。はい、うんあの。素晴らしい方がいらっしゃって羨ましいなと思います。タカさんもすごいですね、うん、やっぱりね、はい。それでね、あの、これからタカさんが YouTube のその塾を、今日の場もそうですけども、 またあのセールスをされたりとかね、募集をされると思うんですけども、実際にどんな人に参加してもらいたいと思ってます はいどんな人かっていうと、ですねやっぱりその動画を出すっていうのは、言うたら言うたらですけど、スキルとしてはその中学生レベル、その中学生レベルでもできてしまうことなんだけど、その単純単純だからこそその奥が深いというか、そこにネットビジネスのインターネットでお金を稼ぐっていうところに、難しさがあるんじゃないかなとは思ってるんですけど。 まあこの自分の塾に入って、だいたい皆さん、スライド動画っていうのが30分で作れると、まあ、30分でだいたい1本上げれるよっていう話は聞いています。まあ、そこでその動画を1本30分で作れるっていうところになると、そこで まあ、うちの塾ではその広告収入を稼ぎましょうって言ってますけど、別にその広告収入にこだわることもなく、情報発信で稼ぐ、まあ、自分のメディアを運営して稼ぐ道もありますし、え他の、例えば他の方のにブログを読み上げて、それでお客様と契約取って、えー、YouTube でお客様からお金いただいて、成、え、果、ー、するっていうやり方もありますし、本当にその今までそのいろんなことを。 やれるる可能性がすごいいあるとは思っていてでだからこそ,そ YouTube で使って YouTube を使って稼いでいこうって決めた方はまずこの、まあ、うちの,そのスライド動画っていうやり方をまずはマスターしていただいてえ確実に動画を,を出すっていうことを,をやれることによってまずはその処方スタートを切るというところをやっていけるんじゃないかなとそして顔を出さない顔を出さないですからね顔を出さないのでまずはそれでやってみる。 というところそういうところがやりたいなっていう方、そして大きなことを狙うんじゃなくて、やっぱりコツコツとまずは月様を目指していくんだと、まずは一生懸命ね、一つ一つのこと、目の前のことをやっていくんだっていう方にやっぱり入っていただけると、まあ、すごく自分もやりがいもありますし、しっかり教えていこうっていう気持ちになりますね。はい、で、あの、あこうコメントが入ってますね。 あの顔を出さないメリットって何かありますかって、今、飛び込みで、顔を出さないメリットはですね、やっぱりその、まあ、自分もそうなんですけど、その声だけで、まあ、勝負できるっていうところが自分はよくて、まあ、正直、自分はそんなにその、まあ、顔を出すとか出さないとかいうよりも声は、声をしっかり入れるっていうことに、すごくこの YouTube に魅力を感じたんですね、初めは。 で、当然、そ YouTube 以外にも声のメディアっていうのはいっぱいあるんですけど、顔を出さなくてもそ YouTube を使える、使って動画発信ができるって、そしてその顔を使わなくてもいろんな人に影響を与えれる、与えれるまあ、要は顔を出している人に対しても、その話をしたり、伝えたり、えー、自分の言いたいことをこの、 感じさせるることができっっていうやっぱりそういういことができるそしてお金が稼げるというところっていうのはやっぱりすごいことなんじゃないかなと思いましてうんもちろん自分がその隠,し隠れたいとか隠したいとかそういう気持ちもある以上にその顔を出さなくても自分とは自分と思って,思っている以上のいい影響だったりあなたの声を聞きたいから その動画を見てるんだなんてねことだったりするっていうのはやっぱそれは今まで経験したことないことだったりもするのでそういうことで新たな自分の魅力だったり自分が知らない、えー、ところに対して他の人が価値を見いだしてくれるそういうことが顔を出さない、えー、ところにすごく意味があるんじゃないかなと思ったりもいたしますうんはい、はい、ありがとうございますまあ顔を出してもね、うん、出さなくても YouTube とていうのは活動できるわけなんですけども <laughs> あこコメントまだ続いてますけども、も顔出ししてないからこそのメリットはどうでしょうかってことですけどね。顔出ししてないからこそですか。うん、顔、だから、その顔を出さ、もう顔を要は出せないって、あいる方がいて、そう、一人、熟成さんの方がいて、顔はもう絶対出したくないんだと。でも顔は出したくないんだけど、顔を出さないなら自信満々にやれるって言ってましたね。うん、そこがすごく良かったと。要はいつもその やっぱりそのリアルの世界ではちょっとあまり自分としてはその自信がないんだけど、この顔を出さない世界であれば、自分はとてもすごく頑張れるんだと、別にその等身大の自分を出してるか出してないかとか、そういうところでゃなくて、生き生きとそのやれるんだっていうところを聞いて、あ顔を出さないっていうところは、自分のコンプレックスっていうのを覆い隠してくれながらも、自分のいいところ、自分がこれでいけるんだっていうところっていうところを見せれるっていうのが、すごくいいところなんじゃないかなと思いますけどね。 はい、えー、いかがでしょうか伝わったでしょうかあの、いただきまして、ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。<laughs> なんか、あれですよね、私から見ると、顔出しをせずに、ユーチューブをやるっていうのは。あの声優さんとか、アフレコの魅力に近いのかなと思うんですよ。あの、映画を見ていても、洋、うん、画とかですね。まあ、私の好きなのは、ロッキーとかランボーってやつがありますけども。シルベスタースターアロンさんの声を当ててる人って、なんか。 その人なんですよね。もう、スタロンなんですよ。あの、ジャッキー・チェーンの石丸ヒュレアもう、なんか他の声優の声を当ててても、あ、ジャッキー・チェーンだと思うよね。なんか声に魅力を感じて、その人のことが知りたくなったりとかね、一定の信頼が集まったりとか、なんか声優さんに近いのかなと思っちゃったりしますけどね。まあでも、顔出しをしたくない人が、しなくて済むっていうのは、も、ま、う、あ、そのまま直球でメリットなの,のかなって気もしますしね。 <laughs> そうですね。あとちょっと小さいことですけども、<laughs> あの頭ボサボサでもできるっていうところありますね。<laughs> <laughs> ですね見しが身が苦手な人とか顔出しをしないメリットになるかもしれないです。そうですね本当にそうだと思いますけどねやっぱりもう。 特に会社員してる人なんてすごく時間がない中でやられてると思うんで、その中でどうしてもそのやっぱり気になる、気になって動画が作れないっていうのは非常にもったいないと思うんで、それなら、そのもうど,どんな状態というか、どんな髪型でもいいんで、ともかくその動画を作るっていうことができるっていうことに、本当に、えー、幸せを感じれるんじゃない、特に自分はそうなんですよね、もう本当に。もうどんな状態でも動画を作ってて顔出,せ出してその もう、晒せる人はいいんですけど、ちょっとそこにね、やっぱりまだ抵抗があるって方は、その状態でも、そのパソコンに向かってわーってできる動画を作れるっていうメリットがあるんじゃないかなとは思いますけどね。はいそれじゃあね、一旦ね、ここまでの話をまとめて、私が、ね、タカさんに一つ問いかけを出したいと思います。問いかけというよりも確認ですけども、どんな方でも、YouTube でお金を稼ぐことはできますよね、タカさんね。できますね、絶対できますね。 どんな方でもできますよ。できますね。うん。これは断言できます、本当に。できないっていうならば、それはもう諦めてるだけで、もちろんその中にその、ジャンル選定とかで、いろいろこう、うまくいかないパターンもあるんですけども、絶対に稼げないってことはないですね、そういう意味で言うと。ないですね。ないです、ね。です,ねで,すでね、じゃあ今まで YouTube をやってみたんだけど、いや、実際稼げなかったじゃないかっていう人いると思うんですよ。 はい、じゃあ、なんで稼げないのかを、タカさんと一緒に探すために、このタカさんの塾にね、こうお試しでもいいから、入ってみたらどうかなというふうに私は思うんですけども、さあ、そろそろね、時間も迫ってきたんで、タカさんの塾に入ったらどうなるのみたいなことも込みで、タカさんからね、この覆面 YouTube アカデミーですか、はい、タイトルはちょっと私、正確には言えてないかもしれませんけど、あと <laughs> でタイトルコール、タカさんの方から正確にしていただきますけども。<laughs> こちらの方の方紹介をいいいたただきたいと思います例えばね、タカさん。はい、今、タカさんのこの YouTube のアカデミーに入ると、どんな得点があるのかってことも込みで、ちょっと塾の紹介をしてもらってよろしいでしょうか。あちょっと長くなってしまいますけど、大丈夫ですかね。はい、どうぞ。はい、<私>じゃあ、ちょっと,っと聞いております。ちょっと画面が動くかどうか、ちょっと試しながらなるんですけど、ちょっと動けばいいなということで。 まあ今回の塾の、まあ、そしてその今回見てくださった方に対してっていうお話にえなっていくんですけれども、まあ、今回こうやって特大の、まさかの特大特典流出かって言うてるんでね、ちょっとそこら辺もちょっとお話にできればいいのかなとは思うんですけども、まあ、本当に今回ですね、やっぱり聞いていただいた方っていうのは本当に,まあご,縁に,本当にご縁になるんじゃないかなということで,ですね。今回その 動動きままましたかかねねねちょっとあ動いてますす、ね、そうで2022年秋特大ジャンボ特典流出の危機器というね、えー、タイトルをちょっとつけさせていただいて、こうやってちょっとスライドをしながらちょっと説明させていただこうかなとは思うんですけれども、まあ、今回ですね、まあ、10月末までにこうやってこのお問い合わせしていただいた方、まあ、限定なんですけど、ね、限定での方にちょっと、もう今日ちょっと一日ずっと考えていったい、せっかくこの、 セミこの Zoom に集まってくれた方にどんなことできるのかなって一生懸命考えてやっとできたんですけど、まあ、ちょっと聞いていただければいいかなと思うんですけど、はい、まあ今、えー、吉田さんの方で福面 YouTube アカデミー2期生さんというのを、えー、プロモーションしていただいて来週ですね来週の末、まあ来週の中頃には2期生さんがほぼ出て決まるだろうとそして えー、決まるんですけど、この覆面 YouTuber アカデミー、二期生と、二期生と一緒に過ごす、えー、30日間だけ YouTuber になれるプログラムっていうのを今、ちょっと考えております。え題<っ>、まあ、してというところで、題してなんですけど、30日間体験,験 YouTuber プログラムというのをちょっと今日先ほどで、ね、ずっと考えたんですけど、このプログラムをちょっとご提案させていただきたいなと思っているんですけども。 はい、でこのプログラムを体験できる人、このプログラムを体験できる人っていうのは、もちろん、ですねやっぱりここまでその気になる男シリーズっていうのを1ヶ月間、久保さんとやらせていただいて、ですね、まあ、少しでもこの気になっていただいた方ですね、少しでも気になっていただいた方、そして、えー、この対談をここまで聞いていただいている方ですね、うん、聞いていただいている方、やっぱり本当にね、 今ちょっと自分の方では何人かというところまでちょっと測れないんですけど、確実に聞いていただいている方いると思うんですねその方に対して、やっぱり、えー、自分がお届けできる、まあ、今、最高の精一杯を惜しみなく出したいと思っているんですね。すごいということで,で、すね今、この覆面 YouTuber アカデミー2期生さんというのが吉谷さんのところで、吉谷さんのところに人が集まり、そして11月指導する。 計画でスタートしておりますその2期生さんっていうのはやはりもうやる気がマックスな状態だと思うんですね。やっぱりもう今からやるぞと、うん、もう寝る時間が惜しいんだと、それほどやっぱり頑張る時期なんじゃないかと思うんです。<laughs> YouTube にもうかけることに、かけることを決断した2期生さんがあこの YouTube アカデミー、復元 YouTube アカデミーに入ってくることが想定されるし、そうと私は信じておりますと。で、そこでその 日清さん、その熱い熱い気持ちは日清さんと共に過ごす30日間プログラム。あ今日は8人ぐらいですか ?30 日間プログラムですね。えー、その30日間だけユーチューバーを体験してみませんかというご提案ですね。<ー>はいじじゃあじゃああ じゃあこの三十日間体験ユーチューバーってどういうことやねんとどういうこと？はいどういうことやねんということで今から説明させていただきます。そしてここ次のスライドがほぼすべての結論に,になってい、えー、きます。では、えー、説明させていただきます。どんということですね。えー、現在私の覆面ユーチューバーカデミーの塾ですね。えー、コンテンツの方がまあ四十九講座あございます。四十九講座あございます。 初級、中級、上級とあるんですけれども、この講座ですね、よいしょと、ちょっと、全視聴可能と、全視聴可能というところをご提案させてください。そしてですね、さらに、さらにその30日間ですね、この30日間体験ユーチューバーとして得点3つをつけさせてください。えー、まずですね、まず得点1ということで、えー これはもう吉谷さんの方でもやってるんですけどね、たった1本の動画で6万5000円稼ぐと、その1分24秒で、ね、作ったスライド動画っていうの、この戦略と考察っていう講義を先ほど、先ほどとやらせこの1週間以内にちょっと作ったんで、まずはね、これを見てもらって、どうやってこの1本で6万5000円稼いだっていうのを知ってほしいですね。うん、稼げるんだと、あ、稼げるんだというのを <laughs> 知ってほしいんですね、単純に。 やっぱりまずここが本当に大事かなと思いまして、でこの動画の講義も、一度1時間の講義作ったんですけど、一旦ん吉谷さんに見せたところ、ダメだと、これは全然だめだということで、えー、もう一回作り直しが発生して、20分にこうコンパクトにぎゅっと詰まったものなので、<laughs> もう吉谷さん、お墨付きですね。はい。 いいんじゃないっていうことまで言われてるんで、まあ、これは非常に、えー、いいものに仕上がってるんじゃないかと、まあ、ちょっと自分だけはそう思ってるんですけどね。うん、そして得点2ですね。得点2も手に入りますと、<お>得点2は何でしょうかということですね。これは、まあ、今まで3、ちょっと映ってないから申し訳ないんですけど、今まで300万自己投資してきて稼げなかった僕が稼げるようになった7つのヒントですね。7つのヒントがちょっと映ってなかったあれなんですけども。 というところ、まあ、言うたら自分のしくじる体験、セキュラル拍手というものの、<laughs> まこれを134ページで、まあ、PDF で作りましたのでね、まあ、ちょっとこれを見てね、えー、人の、ね、振り見て、わが振り直せじゃないですけど、そういうところを見ながら、ちょっとやっていくっていうのも非常にいいんじゃないかなと思ったりしております。はい、そして、さらに特典さんもつけていきます。ははい、はい特典さん何ででしょううかということこ スタートアップブートキャンプと、ね、ビリですね、まあ。ビリはちょっと関係ないんですけど、スタートアップブートキャンプっていうのもやっていきます。これ何やってんのかっていうと、まあ、熟成限定ですね。熟成限定のライブ配信っていうのをやっています。これは3ヶ月間、2期生さん向けにやるんですけど、その中で、えー、自分の裏データを公開して、 このデータに基づいてこういう風にやってるんだと、例えばサムネのクリック率をかなりその見たり、このサムネたこのサムネが良かったから伸びたんだよとか、そういう細かいところのお話もこのライブでしていくんで。 それを2期,2期生さんと、まあ、どうかしたらもしかしたら1期生さんもやってくるかもしれないんですけど、その2期生産と合同で参加できる、このチケット4枚ですね、4枚つまり 1, ヶ月1週間に1回、このライブやるんで、この30日間プログラムということで、4枚配布させていただきます。うん この今、そのやる気マックスの2期生ですね、やる気マックスでこれからやるぞって、まだちょっとその方がね、まだまだ今、盛り上がる前の途中なんでしょうけど、今の時間軸的にはですね、ただ、このやる気マックスの2期生さんと共にすごく、共に過ごす30日間、30日間だけの体験 YouTuber ですね、体験 YouTuber、11月1日から1月30日。で、ちょっと今、先行入学して2期生。 塾生さんんがいるんですよでこの先行入学した二期生の塾生さんはどんな感じになっているでしょうかということで今こんな感じになっているんですね、はいえと。たった5日間でもうチャンネルができ動画を4本投稿してるんですね。これは自分もすごいなと思ったんですけど本当にそのやっぱやればできるんですよね。本当になので 30日間、30日間のプログラムがあれば、動画1本投稿っていうのは確実に可能だと思うんですよ<っ>、うん。これができないっていうんであれば、ちょっとあれなんですけど、でもですね、やっぱり30日間やってみても、この体験 YouTuber として、プログラム期間中にそのうまくいかないとか、<っ>どうしたらいいんだろうとか、もうわけわかんないとか困ったっていうこともあると思うんで、まあ、その時はですね、その時はご安心くださいということで、2期生産。 そして体験生ですね、体験生産、えー、分け隔てなく、えー、手厚く個別徹底サポートさせていただきます。すると同時にですね、そのとレりと同時に、まあ、30日間でね、確実に動画1本投稿っていうのをお約束させていただきます。1本出していきましょう、30日間で。と、うん、ういうことでですね、この YouTube にお金を稼ぐことに興味がある方、えー、もちろんですね、ちょっとここまで出すと完全無料っていうのはさすがにちょっと <laughs>。 難しいんですけども、えー、誰もがですね誰もがギリギリ手が届くこのリーズナブルな価格でね、えー、頑張らせていただきますのでね是非、えー、この30日間体験 YouTuber プログラム30日間体験 YouTuber プログラム、えー、30日間で確実に動画,動画投稿スキルを身につけるっていうねいうところのちょっと やってみてはいかがでしょうかということで、えー、10月末までにお問い合わせしていただいた方だけにご案内していく、ね、お話になります。は,い、はい、ちょっと長くなってしまったんですけど、はい、こんな感じですね。ああいやいやありがとうございます。よくわかりました。<laughs> あのただね今こう動画をご覧いただいていてこのライブとかそれからアーカイブの YouTube のおー場面をご覧いただいてえ30日で動画1本上げる。 その段階クリアしてるんで、自分はコンスタントに動画を上げてるんだけども、これをどうやったら売上に結びつきたいかを知りたいんだよとかね。どんなやり方、ジャンル、話の組み立て方、もしくはスライドショーにするのか、自分が VTuber みたいに、また覆面じゃないけども、簡単なあこうキャラクターを使って、えー、アバターでなんか喋っていくのか、わかんないんだけども、なんか売上につながるの方法を教えてもらえるんですかみたいなことは。 ではい、もちろん全部伝えさせていただきます。うん、自分が知ってることに対しても伝えていただきされますし、熟成、うん、さんもやっぱりもう自分で情報発信してる方もいるので、含めユーチューバーとして、うん、その方からもいろんな情報をいただいているので、その情報は惜しみなくお伝えしようかなと思っております。はいということは、体験ユーチューバーとして合流して参加する30日のうちに、自分のウイポイントをすべてさらけ出すことによって、 その弱みが強みになる、そんな30日のブートキャンプだというふうに理解すればよろしいでですすかねねはいそうです、ね、30日間、しっかり体験し,していただいて、自分の弱み、自分の強み、そしてそこら辺をしっかりどう生かすのか、自分の弱みをどう克服するのか、そこら辺をしっかり感じれる30日間にしていただきたいなと思っています。 はい、ということでね、YouTube やってるんだけども、いまいち自分の求めてるような結果が出てない人は、その問題をクリアするために、この30日に参加してみてはいかがでしょうかということになりますけども、肝心な、これ、お問い合わせ先はどこに、どういうふうにしたらいいんでしょうか。はい、お問い合わせ先はこちらになっております。うん、私の YouTube チャンネル、えー、コフィペで稼ぐ、コフィペで稼ぐ含め YouTuber、高先生という形で、えー、チャンネル運営しておりますので、こちらのどれかの動画の概要欄に。 えー、お問い合わせフォーム置いておりますのでね、えー、そちらからアクセスしていただければと思います。で先ほどですね、このライブをしている途中に、もうすでにちょっとお問い合わせが入っていて、ちょっと少しちょっとびっくりしてたんですけど、ナイスですねちょっとまだ内容まではちょっと把握できませんけど、ただ確実にメールがポコンって今上がってたので、<お>これは本当にありがたいなというところでございますね。いはいそれでちょっと今同時に自分が この YouTube チャンネルで同時にライブもやってるんですね、同時に、はい。この放送と一緒に、そしてこのあとなんですけど、このあと10時から、もう10時になってるんですけど、このライブ放送が終わってから、気になる男の緊張解放の生声ということで、<laughs> もう一本、もう一本ライブ放送をさせていただきます。こここでは本当にに久保さんに言いたたかったことを ななんだけど言えかかったこととかちょっとここはうまく言えなかったよねとか恥ずかしかったよねみたいなちょっと小話もできたりするんじゃないかと、はい、こういうところも反面あとは、えっと、今の話を聞いてて、ね、ちょっともうちょっと話聞きたいんだけどとかちょっとここら辺が気になってるんでどうですかみたいな話もチャット入れてくださればここで解決することができるのかなと思いますのでまたこの後もしご興味あれば自分のチャンネルの方に顔を出していただけるとありがたいなと思っております。 いやー、さすが、すごいですね。この、ズームライブが終わった後に、その、なんていうの、懇親会をやってしまうっていうのがね、<laughs> いいですね。<laughs> はい。はい、皆さん、眠いかもしれませんけども、もう、今日はね、タカさんのことを気になって、気になって、気になって、しょうがない方ばっかりが集まったと思いますので、もうちょっとお付き合いいただいて、ちょっと私もちょっとね、こっそり見に行こうかなって気になりましたけどもね、ありがとうございます。<ー>じゃあ、タカさん、あの、一通りお話は終わったような気がしますけども、話、そびれたこととか、今、 なんか思いい出すすこととかありますいや本当に今回の z o o m イブに今に出させていただいたとか、まあ、こういうチャンスをいただいて本当に良かったなというところでもございますしやっぱり昔自分はこうやって、えーまあ、顔を出してないですけど顔を出してないですけどやっぱり人の人前でというかそういう声を出すことすらもうできなかったのでだからこそこのスライド動画要はスライド自分の 提供しているスライド動画のカリキュラムとしては、えー、ともう本当に書いてあることを読み上げると。まずその声を出すことから始めようっていうその単純なことすら自分ができなかったので、本当にもうアドリブなしで、そのスライドに書いてあることを読み上げる。そこから自分はスタートしたんで、本当にそんな人なかなかいないと思うんですよ。その <laughs> なので、やっぱり自分よりもかなりできる方がいっぱいいると思いますのでね。まあ、ぜひ、のこの YouTube で。 動画を作るっていうことはクリアしてい,ただいて、どん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 次のステップに行って,きた行っていきたい行っていきた,だきたいなと思いますねはい,はいはいまあ思いの丈をね今日はかなり出していただいたと思います <laughs> でちょっと時間がかかって恐縮なんですけどもやっぱねタカさんに私はずっとね伝え続けたことがありますこれはタカさんを通じて私と重なるところもあるんですけども同じようにね在宅で 家の中で、家族がいる中で、ビジネスをすることの葛藤と難しさと矛盾なんですよ。これについて、結構ね、気になる男シリーズの75五あたりから少しずつ、この濃さを強めながら83話まで至ったわけなんですけども、うん、多分、タカさんも家族のいる中で、YouTube 活動をやったりとかね、時には、いわゆる昔の言葉で言うと、家族サービスをせざるを得なかったりとかして、さまざまね、あの、 思い悩むこととか、あの、あったと思うんですよ。で、そういったこともね、これから YouTube で稼ごうとしている方。多分、家族のいる中で自分だけが稼ぐみたいなね、ポジションに立つと思うんだけども、家族から見えにくいんですよ、それが。そのあたりのこともね、あの、わかる人同士で話し合える空間。そういった形で YouTube の塾を利用していただいてもいいんじゃないかなと思いますので、あの、誰にも話せないことって必ずありますから、在宅ワークをしてる方って。 苦ししいでしょう結構 <laughs>、うん、なんか分かってもらえないですからねだか声高に話すこともないですしねしかもねそうですねなかなかこう、うん、わざわざ口に出すというほどでもないところなんですけどしかしそれがやはり非常に深刻な問題で、はいえー、もしかするとその自分の、えー、インターネットでお金を稼ぐ活動に、えー、もしかしたら暗い影を落とすことがある かもしれないんでまあそういうところっていうのは本当に自分で気づいていければいいですし気づかなければどうにかして改善していかなければいけないですしっていうところが本当にありますね <laughs> その辺もね腹を割った形でタカさんのシークレットな YouTube 活動の中で情報交換、うん、悩みの交換できると思いますんで <laughs> 在宅ワークは結構ねサラリーマンとは違った闇がありますからその闇も楽しんでいきましょう やってみて初めて分かったというところもありましたんでまさかまさかねというところがいっぱいこう。 ねえ今まで気づかなかったところ、今までその表面化してなかった問題がまさかこのタイミングで出てくるのかだったり、自分がこれが今までうまくいってたことが、まるでうまくいかなかったことだったりのがいろいろ出てくるんですけど、まあ、それにそれを克服していくっていうのが、やっぱり人生として、やっぱり生きることとして意味があるんじゃないかなと思いながら、毎日日々過ごしておりますね,、はい、<laughs> ね続きはタカさんのコミュニティで、<laughs> ぜひね。 <laughs> 思いの丈を <laughs> ぶつけ合ってみてください。はい、きっと新しい信頼関係がそこに生まれます。<laughs> <laughs> はい。<laughs> ありがとうございます。どうも。お疲れ様で、はい。ありがとうございました。うん、はい。ということでね、タカさんとのズーム対談以上で、ちょっと時間オーバーしましたけども、まあ、全然許容範囲で。九、うん、時半になってもいいぐらいだったんですけども。<laughs> 皆さん、お疲れのところ、眠いところ、お付き合いいただきました。ありがとうございました。<laughs> ありがとうございます。はい、本当に。うん、ね、タカさんとも、まだ、あの、気になる男シリーズは。 続くと思いますんで。はい、ただ激しくあの高木さんねやらなくて大丈夫ですからねあの塾生<ー>さんを優先してくださいって。<laughs> え私とは緩やかに続くつながっていただければ十分ですから。<laughs> 本当に。思い切っていただけると。はいはい、ありがたいですね。はい。私暇なんでいくらでも撮りますんでね。ね <laughs> 返信早ければ早いとその返信も早いですから。はい。でもね<ー>本当ねあの YouTube で生きるってこういうことになってくるんですよ。とにかく。 動画の本数とか、言ってみれば質とかね、そういったものに、どんどん自分の思いを傾けていくことになりますので、もしかしたらね、家族と喋ってる時間よりも、YouTube で一人で、一人ごと言ってる時間の方が長い可能性がありますので、ちょっと肌から見たら気持ち悪いです。<laughs> 誰もいないのにカメラの前でなんか喋ってるぞ、みたいな、ねね、一日中。<laughs> そんな形でございます。まあ楽しくやっていきましょう。<laughs> いいはい。じゃあ皆さんもね、YouTube の世界に、 もう泥沼にはまるまではまっていただくことを私は期待しておりますの、ね、で、手術に決まっていますんで、今回ユ YouTube アカデミー、覆面 YouTube アカデミー、タカさんの紹介でございました。それではお問い合わせたくさんありますこのように、えー、タカさんもじゃあ最後のご挨拶になります。どうもありがとうございました。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあお問い合わせはタカさんのほはへ。よろしくお願いします。失礼いたします。失礼します。